Z 世代。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。5月29日月曜日。はい。えー、今日はちょっとですね、あの、Z 世代というかね、まあ最近の若者事情についてちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、最近ね、あの、下関をね、まあ代表するというかね、もう本当に大きいね、会社の社長さんとね、お話ししてて、えー、まあ内定もね、結構もう今、大変らしいんですよね。えー、結構内定を出しても辞退するね、えー、子が多くて、 えー、もう最後の最後までねあの予定人数取れるかどうかね、えー、分からないぐらいの感じででまあ年々ねあそ,のその規模のね会社でも、えー、来てもらうっていうのはね大変になってるっていうお話を聞いてええー、と思いましたもんね下関を代表するようなね会社でしかもね高決算で、えー、しかもね、えー、社長さんもね素晴らしい方でみたいなね、えー、それでもダメなんだと思って でまあ他のねお客様ともね、まあ、大きい会社の方ともねお話ししててね思うことですけれども、えー、営業職ですね営業職を、まあ、やらせるというかね、まあ、大体文系、まあ、私も経済学部で文系でしたけれども、まあ、そういう学部だったらねみんな大体営業に流れるっていうのはね、えー、昔昔ってか、まあ、今でもそうでしょうけれども営業職をやらせて、えー、ね病んじゃうと。 で結構な人数ねやめてっちゃうみたいなねパターンが結構多いみたいなんで、えー、でまあ中間管理職の方というかね、まあ、ちょっと上の上司の方とかがね、えー、昔みたいにねまあど,どやし上げてね <laughs>、えー、大会系スタイルでね、えー、昭和スタイルで、えー、なかなか鍛えてね、えー、立派な営業マンに育てるっていう手法はねなかなか難しくなってきてる世の中ですからね。ででああとはですね、あのー その、ね、Z 世代が、ねまあ、それ特別メンタルが弱いのかっていうと、まあ、ちょっとそれも違うのかなと、ね、思う、まあ、出来事というかね、えー、事象がありまして、まあ、営業をね、えーまあ、若い子にね、まあ、新卒とかにやらせるわけですけれども昔とかだったらですね結構意外と、まあ、その年配の方とかに、ね、物を売るとかね、まあ、自分より、えーまあ、自分の親世代とかねおじいちゃんおばあちゃん世代に、ね、物を売るとか営業をね 営業に行く時とかですね、はい、電話まあねそのおじいちゃん世代とかねまあ親世代を相手にね営業に行く時はですねまあ可愛がってもらってね、えー、もう可愛がられて、えー、まあ何回も来てもらってね申し訳ないからねじゃあ買おうかとかね入ろうかとかいうね、えーまあ、そういう何て言うんですかね、まあ、自分のね若い頃と投影して。 ああ頑張ってるね。よし、じゃあね、えー、心意気に打たれてみたいな感じでね、えー、契約するとかね、も、え、のー、を買ってあげるっていうのは結構あったと思うんですよね。ただ今の、今はちょっとだいぶね、様相が変わってるみたいで、本当にね、いいものとか、相手に、ね、対するメリット、えー、とかがないと、必要に買られてるとかね、まあ、そういうのがないと、まあ、あと、まあ、そういうね、相手が得するような。 相手のね、あのー、利益があるようなね、そういう、えー、プランを持ってこないと、えー、プレゼンをしないと、えー、買ってもらえない、ね、営業取れないというような感じになってるらしくて、よりシビアなね、えー、世界観になってるみたいなので、あなかなかその昔のね、その昭和スタイルのね、情とか、まあそういうのっていうのは、あんま通じないんだなというのはね、可愛がられてなんぼ、みたいなね。 え営業営業というかね、まあ、飲み会とかでね仲良くなってみたいなのとかはまあなかなかないんだなというふうにね思いまして、えー、まあ一概にね今の子のメンタルが、えー、まあ豆腐メンタルっていうわけではないんじゃないかなというのをね、まあ、時代っていうのもあるんじゃないかなと本当にね、えー、必要にしないものはね全く買わないと、えー、何だったらそういうものをねあの余裕がないから、えーねまあ、そういう、まあ、本当は買ってあげたいけどね えー、ごめんなさいっていうね結構ケースっていうのは多いんじゃないかなっていうのをね、えー、いろいろ話をね聞いてて、まあ、トータルで、ねまあ、私の、えー、考えですけどね、まあ、そうじゃないのかなっていうふうにね、えー、ちょっと思ってみたりしておる、えー、昨今でございますということでね、えー、多分今あの昔のね、あのー、まあそのね今の50代60代の方がじゃあねあの転生しまして。 えー、輪廻転生してね今の時代に営業マンとしてね生まれ変わったとしてもなかなか結構厳しいんじゃないかなっていうふうにね思いま,すまあそのねあの弁が立つとかねコミュニケーションコミュ力があるとかね、えー、っていうのがあったとしてもね、まあ、それがどこまで通じるのかなっていう部分もありますから、うん、まあ一概には言えないかなっていう感じでまあかわいそうっちゃかわいそうですね今の子たちっていうのはね。 えー、なので、会社もそうですし、まあ、個人、ね、日本国全体がだんだん余裕がなくなってきてるから、まあ、本当に必要があるものしか買わないよっていうような、ね、世の中になってるから、まあ、売れないっていうだけじゃないかなと、えーね、思いましたという感じですね。それは、えー、我々、ね、居酒屋業界に関しても、まあ、同じことが言えるわけで、 まあ本当にね、あのお小遣い、ね、サラリーマンの方とかね、えー、お小遣いがなくなったらですね、まあ、物価高とかね、まあ、電気代今度た6月から29%上がりますけれども、えー、まあそちらのほうで、ねまあ、お父さんの、ね、小遣い削られたら、まあ、それは当然、ね、えー、飲みに、ねえー、行きたいけど飲みに行ってあげたいけどね、えー、まあねないもんはしょうがないからね、行けないんだよっていう,ふうになると思いますのでまあそういう意味ではね、本当に国全体が、ね、豊かにならないと、まあ、そういうおおらかな、ね、感じというか。 えーまあ、感情エモーショナルマーケティングと、えー、勝手に呼びますけれどもね、まあ、感情を使ったとか人間力を使った、えー、昔ながらのね業、えー、っていうのは結構厳しくなってくるのかなっていうふうなのを、えー、ちょっと痛感してる、えー、今日こののでございますという感じですねはいまあない袖では触れないというね、えー、まあそれだけじゃないのかなと、うん、そういう意味では、えーまあ、そのね数字をね作らないといけないけれどもまあそうやって今厳しいね この会社も個人も、えー、状態が、ね、続いておりますので、まあ、そこに、ね、突撃していかなくちゃいけない、ねまあ、令和の、ね、Z 世代営業マンというのは、ねえー、非常にかわいそうだなっていうふうに思ってしまいました、はい、景気がいい時のの、ね、営業マンと、ね、今みたいな、ね、状態の、えー、余裕がない国全体で余裕がない時の営業マンというのは、ねま、だ全然違うんじゃないかなと。 いうふう,いうふうに思います、まあ、そこは、えー、まあこみこみ力が、ね、あろうがなかろうが人間力があろうがなかろうがね、まあ、同じじゃないかなというね、えー、感じですよね別にしゃべれりゃしゃべれりゃね営業が取れるっていうわけでもないですしね、まあ鬱陶しいなと思う、ね、人もいますしなんていうんですかねあざといなというふうにね小賢しいなと思ったりする人もねいるでしょうし、まあ、それか、まあ、あんまりしゃべれないからね、まあ、聞き役に弟子いはいはいはい」とね でまあ、しゃべあんまりしゃべらないけれども、まあ、相手が、ね、あの欲しいものを、ね、察してこう、ね、パッと持っていったりとかね、えー、提案型の営業ができるような子が、えー、可愛がられたりする、ね、こともありますから、まあそのね、ケースバイケースなので、まあね、だから、数打って、まあ数打、数打たなきゃ当たらないっていうのは、ね、まあ、営業、そういうことだと思いますよ、ね、まあその自分の営業スタイルにはまる人、はまらない人っていうのがあると思いますので。 ハマ、ね、る人数うちはね、えーまあ、勝手にねあの分,あの分母分母を増やしていけばね、まあ、打率は上がっていくわけなんでね打席数を増やしていけば打率は上がっていくっていうのもね、えー、ありますから、まあ、全部空振りっていうことはないでしょうからやっぱりね数を打たなくちゃいけないけれども、まあ、数を、ね、打つ前に、まあ、心がポキッと折れちゃうこともあるのかなと思いながらちょっとねいろんな、えーまあ、会社のね,、まあねあの偉い人の話を聞いたりとか。 えーまあ、現場の、ね、営業の様子の話を聞いたりとかね、えー、しておりまして、まあ、そういうふうにちょっと思ってみたりいたしました。ナ、え、イ、ーまあ、内素では触れないっていうのはね、まあ、ちょっとあ現実ではないかなと、ねえー、思いました。はい。えー、というわけでね、まあ、今日ですね、まあ、5月29日、下関もね、えー梅、梅雨入りしましたということでね、 非常にちょっと厳しいねシーズンに入りましたということで、あーもう今日ね、あそんなニュースでね、真夜中にいるとか言われたらもう暇になっちゃうやねえかと思いながらね、あ暇かなと思いながらね、えー、うんって思ってたら、えー、なんと今日ね、結果から申しますと、えーね、人手不足のね、えー、2オペ、2人営業体制の時になんとね、炸裂しました。ありがとうございました。はい、えー、というわけでね、木曜日からね、えー 負け、負けなしのね、えー、4連勝ということになりましてね、非常に好調を維持しておりましてね、本当にありがたかったです、ということでね。まあ今日もね、久しぶりに、ね、あのー、まあ、梅入したこと、ということもありましてね、蒸し暑かったので、えー、今シーズン初めてね、えー、店のエアコンをオンにしましたということでね、ああ、エアコン使っちゃったと思ってね、まあ今月、5月分まではね、エアコン使わずにね、降りたいなと思ってたんですけどね、 まあね、あの不快な満席、まあ、だったんでねあの不快な状態でね、えー、飲み食いされてもね申し訳ないのでねもうガンガンにエアコンね効かして、まあ、涼しい関係、ね、環境にして営業しましたよという感じでございました、まあね、あの節約するときは節約するし、まあ、使うときは使うとね、えー、まあ金の使い方ね、まあ、ここまあ大事だなっていうのを,をエアコン1つとってもね、えー、まあ痛感しましたという感じでございました。 はい。というわけで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。あ、はい、りがとうございます。